SNS での誹謗中傷のことをおっしゃってましたよね。あ、はい、そうですね。私自身が結構すごいデマ被害に遭ったことがありまして、うん、あの愛犬がちょっと事故死しちゃったんですけど、うん、あのその子をあの殺したっていうデマが流れて、もうやめてほしいね。やばいですよね。でその犬殺しっていうのがまたネットニュースでこうバン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 上がって、うん、あたかもそっちの方が事実みたいな感じになって、うん、挙句の果てには愛犬の骨をネックレスのロケットに入れて売ってるっていうツイッターのフェイク画像っていうんですか、はあ、コラージュされて作られたりとかしてまで結構大炎上したんですけど、うん、その以前から誹謗中傷でその命をなくす人たち、うん、まあ、命を落としてなくても心が死んでる人たちっていうのをすごい目の当たりにしてきたり、うん、女子プロレスの子とかね、まあ、そうですね、なりましたよね、うん、あ、そうですよ。でその花さんの時もちょっと NHK のクローズアップ現代に、うん、あの実際に誹謗中傷でデマ被害に遭ったっていう形でちょっとゲストで呼んでいただいたんですけど、うん、なんかその花さんに誹謗中傷を書いてた人へのインタビューをその番組内で見た時に、うん、本人にまさか届くとも思わなかったっていう言い訳をしていて、うん、そんな愛な気持ちで書いた言葉が対人間にこう刺さってるっていうのを、うん、突然この画面の中になるとこの道徳感っていうものがなくなるというか、うん、そこ一つ考えれば対人間だって分かるはずなのに、有名人やったら何言ってもいいみたいな ね、 あ、そうだね、はい、それが有名税みたいな、ね、頭おかしいんちゃうのかなって思ってるんですけど、どうですか今そういう誹謗中傷みたいな、はい、もうさすがにここまで強くなったらないと思うんですけど、全然全然あります、全然あります、あります。戦う方ですか？私はぶつぶしますね。なんかあのしかもそのリアルタイムで来るともう説教その場で始めちゃうみたいな感じで、TikTok 見てくださってるっておっしゃってたんですけど、はい、あの、あんたも好きねん、もう実はあんたも好きなんだ。はい、実はちょっとメッセージ性を込めてて、はいはい、こういう皮肉を言われても気にする必要ないのよっていうアピールと同時に、言ってるお前ダサいぞっていうのをこう両方に言ってる、うん、ブーメランを返してるね。あ、そうです、うん、言ってる側と言われてる側へのメッセージで面白おかしく返しながらやってるっていう。いやー、どんどんなんかいろいろ発信してほしいなと思って、うん、ありがとうございます。ファンとして、あ、嬉しいです、ね、見てます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、皆さんこのチャンネルがいいねと思った方はいいねとチャンネル登録の方もお願いします。